寒い。おはよう。おはようございます。ね、誕生日仕様に変わった、嬉しい。ちょっと朝の準備とかなんかもろもろしながら配信します。くたるさんパンありがとう。左利きのなんだ招き猫さんありがとう。ジャニーさんありがとう。誕生日おめでとう。まだちゃんやけどな、ありがとうな。ゆっぴさんありがとう。髪の毛をしようかな、せっかく時間もあるし。危ない。どっから声出たかわからん声出た。危なかった今、やけどするかと思った。私の反射神経のおかげで運よく免れた。私ストパー当ててるんですけど、そろそろ当てなきゃやばい。6月当てたからちょっとやばいかも。6月7月8月、まだそれから当ててるか。当ててなかったらこんなストレートじゃないもんな。当てたか、いや当ててない気がする。だとしたら結構持ってる説。え、結構残ってるよ。ストパー今最近ね取れたから、取れたというか生えた部分がふわふわしてきた。アイスレモンさん、しおりんさんありがとう。寒い、ガクブルなんだけど。暖房をつけてるしさ、暖房もつけてるしさ、電子ストーブもつけてるのに寒いんだけど。サトシさん、キヨ兄さん、アッチャさん、アイスレモンさん、ダンボテトさん、サトシさん、カズノリさん、ありがとうございます。キヨ兄さん、ハヤリンゴさん、ありがとうございます。おはよう。寒すぎて鼻赤いもん。寒すぎて鼻赤いもん。私真っ赤なトナカイ、トナカイだもん。うわ、今日夢見たわ。今思い出した。今日は前髪もやろうと思います。ちょっと昨日の夜また前髪切ったんで、今最近微調節時期なんですよね。微調節でどんぐらいがいいのかっていうのを見てて、昨日ちょっとレッスン行く前にその前髪をやって、もうちょっと切ったらいいなと思ってちょっと切ったんですよ。なのでちょっと様子を見たいと思います。パッツンなってる説はない。ないけどあるかも。もっと切れそうって思ったらどんどんパッツンなって、お前になってたらどうしよう、初期になってたらどうしよう、失敗したらどうしよう。悲しすぎるね。ももちゃん、おかっぴさんありがとう。メンバーが何でも褒めてくれるからね。ファンの皆さんはどうか知らないけど、メンバーは優しいから、でも可愛いって言ってくれるから。なんか今日ホテルかな、ホテルみたいなところでなんか教室みたいなのがあって、なんか授業じゃないけどなんか座学みたいなのあった。ホテルみたいなところでなんか座学あったって意味わからんけど、なんかほんまにそうな、そういう夢を見たんです。なんかようわからんけど、いや確かに響ちゃんにお願いしたい。マジでそれな。今もまだふーちゃんのしちゅうさんありがとう。ね、元美容師っていうすごいよね。マジですごいよね。しかも実際にメンバーの髪の毛切ってあげたかなんかっていうの聞いたかも。フォローありがとう。あんま違い分からんね。今日はあんまり寝癖ない。今日は寝癖そんなついてないですね。あと夢で5時に寝る夢見た。でも絶対5時に寝たわけないんだよな。
5時にはさすが寝てないの。でも夢の中で5時に寝た夢を見、夢かなんか分かんない、現実なんかな、ほんまにあれ5時だったんかな、パッて起きて5時だったんかな、分からんけど5時に寝るってなって、こんだけしか寝れないじゃんって思ったみたいな。でもそれが現実かどうか分かんないんだよね。5時はさすがないの、私的に。どう思う？5時だったんかな、ちょっと夢と現実が分かってないです。ちょっと分かんない、悔しいね、分かんないって。ドゥ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 、桃太郎さんありがとう。ドゥドゥドゥルルルルチッチッドゥルルルチッチッドゥルドゥルル。寝ぼけてたのかな、私結構寝ぼけてるタイプだからな、何を思ったのか分かんないけどなんかやっちゃうタイプだからな。桃太郎さん、福太郎さんありがとう。寝ぼけてたエピソードとかみんなないんですか？こんな朝から喋ってんのすごくない？思春期のアドレナリン、あ、眠くなってきた早くない早くない。夜配信するんだけど、ちょっとなんだろう、ちょっとやっぱ11月あと5日しかないわけじゃん。だって今日入れなかったら4日じゃん。ちょっと長く配信をやりたいなと思ったので、朝にもちゃんとやります。明後日もしや朝やるかも。ちょっとね、もう最後の機会なので頑張りたいと思います。実感わかんけどね、実感わかんくない。カンピーさん連邦スターありがとう。できたできた。あー首が寝違えてるわあー首が寝違えてますね、私つらい。今日は寝違えアンナでございます。こっちいて悔しい、なんか悔しいってよく最近口にするわ。最近のハマり言葉は悔しいです。前まではストレスっていう言葉が自分の中のハマりだったんですけど、今は何だっけ、忘れた。おはよう。私が一方的に喋って、一方的に喋ってるだけだね今。もうみんなにおはようしか言われてない。カンピーさんキャンディーありがとう。なんか喋りかけても数曜とは1387日。あ、そうなんだ。どういうこと？私が STU 入ってからってことですか？コーヒーコーヒー天才。銃ありがとう。あ、毎日配信のやつか。なるほどね。パンツーリーさんありがとう。ほらもうなんかこんな、早くストップ当てたい。おでんの牛すきって食べますか？え、大好き。おでん美味しそうだよね。今これからの季節いいよね、最高だよね。おはよう。大根が好き。おでん好き一緒。ナイス、いいよね。できた。前髪もちょっとしたらやるよね。じゃあタワーの俺かこう一枚足りないタワーの俺、なんでそんなことになっているんだ。誕生日は明日なんだ。明日じゃないわ、
明後日ぐらい、え、明後日ぐらいになるのこれって。明後日じゃないか、し明後日か。やばない、し明後日だよ誕生日。やばくない、し明後日だよ。何がやばいっていうかというと、卒業するのがもうってことだよ。で、その次し明後日のしし、あ、し明後日の次ってなんていうの、しし明後日、しし明後日っていうのかな、なんていうの、ないのかな、そういう言葉。もうし明後日で一旦終わりなんだ。あった、6本。えー、いっぺんに6本食べるんですか、牛すじ。すげえ。とやたろさん、効果抜群ださん、ありがとう。あと4日後やばいよね、えぐ、えぐくないですか。玉結婚してありがとう。一仕事置いてきた。え、早いね、頑張ったね。矢の朝、もうそれは分からん、もはや分からんわ。へえー、そうなんじゃん。夜遅いパターン、今日の配信ですか。遅いですね。けんちゃん 10ありがとう。まささん10ありがとう。矢のあさって、矢のあさって。マコロニ48さんありがとう。なんか歌いたいけどさ、なんか歌いにくいよね、この状況、この状況っていうかさ、なんかこの曲やるんかなとかなっちゃうね。微妙だわ、微妙だね。あと4日という実感が湧かない。いや、それな、マジでそれな、本当にそれな。ショールーム新しい歌が入ってた。あ、そうなの。えー、のどこ、のぞいてみよう。あ、笑顔のチャンスが入ってる。それぐらいかな、えがちゃんが入ってるぐらいか、言うて。映画ちゃん追加されたぐらい。ドゥドゥドゥルル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 ル。来年の四五で7周年一緒に一般席で見ましょう。えぇ、申し訳ないよ、私のために式を取るの。別でいただきます。昨日は何時に配信したってこと？昨日は11時ぐらいに配信したよ。みーさんありがとう。じゅんさんありがとう。
ようございます。お手紙ありがとう、プレゼントありがとう、おはよう、おはよう。いかがお過ごしでしょうか皆様。今日はカメラアングルが下向きに、そうですね、下向きにしてます。うちのあんまん去年からこちらに変わったんよ。そういうのあるんじゃん。今ハッピー満員電車、今ハッピーあて同じ車両、あなたがいるからドキドキ、試験前でも今ハッピー、勉強何もしてないけど弾む愛を出るからね、私好き好き好きの笑顔、想像だけでも頭の中お花畑、目に映るすべてそう輝いて見える、なんで今まで最初に気がつかなかった。ハヤリングさんありがとう。お手紙読んでくるか。もういいでしょ今ハッピー。ホセさんありがとう。ドゥルルルルルドゥルルルドゥ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 ル。並べのカードウェディングバージョンアンプめっちゃ素敵、ありがとうマサさんありがとう。でもなんかそう七並べすごいなんか自己申告してくださる人いるんでしょ。最初から最後まで順位ずっとずっと今まで私が参加した七並べのやつずっと順位以内ですっていう人もそういう人もいるらしいし、あと私のカードを全部コンプした人もいる。多分全部コンプした人は10位以内入ってないと多分コンプできないからですよね。なんか何位以内でなんかカードもらえたりあるよね。100位以内普通にあればわかんないけど、だからなんかそう嬉しいなって思いました。ドドドドドドリアさんありがとう、マサさんありがとう。Today, Anna-chan do showroom again. Yes. Yes, yes. アイスクリームだ。ありがとう。食べたい。
カーのお礼かけたので今日の夜やります。ダンボテータさん、ミミちゃんピありがとう。ロッキーロード話してないいける、ずっと役いいな、ありがとう。あ、違うわ、カードがってこと。ドゥ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 、あ、ハロウィン、これね、もったいないから飾ってる。ドゥ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 、え、やばいんですよ、青タンが。マジでさ、触るだけで痛いの、ここの青タン。ここはね、なんかでぶつけたの覚えてるけど、どっかでぶつけたの。でもそのどこでぶつけたか覚えてないけど、めっちゃ結構痛いの、ここの青タン。結構ね、タンコブみたいにできてんの。あとね、足のね、ここ、足のここね、おっきいタンコブできてんの。なんか触って、なんかできてると思って、押したら超痛いの。え?みたいな。何でぶつけたかわかんないけど、だって足のさ、ここよ。こう。足がこうあってさ、膝がさここにあるとするんで、あのここふくらはぎのここめっちゃ大きいタンコブできてんの。やばない？蚊に刺されたんかと思ってさ、なんか大きめの蚊に刺されたんかと思って見たらさ、青タン出ててさ、私青タンっていう派なんですけど、しかもちょっと触ったらさ、なで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 はまあいけるけど、こうこうこうしてなでなでしたら痛いの。やばない？なんか やってんなと思って、なんかどこでと思って、どこでやってんやろうと思ってる。どこでぶつけてやるんやろう。でもさ、ここぶつけるって相当なくない？ここぶつけるの相当ないよね。わからんわ、どこが原因なんだろう、何が原因なんだろう、わかんないな。ダラッタッタラダ、結構強く打ってそう。だってタンコブできても、だってさ、足の裏タンコブできるって結構すごくない？え、寝癖とかの問題ある？だってさ、このガーンってぶつけてもさ、ベッドの上でさ、ガーンってぶつけて痛いこと、そんな青タンできることある？そんな壁にさ、こんなことしない限り無理じゃない？だからさ、状況が読めてない。ダンスの振りで当たるんかな、ここが。そうなんかな、難しいな、難しいわ。首手、ローエンマンの振り付け、ローエンマンの振り付けそんな、なんかめっちゃ特定してるじゃん。やんないんだけどやんないんだけど。もしかしてやってんのかな、私のウェーマン。気づかぬうちにノーウェーマン私にやってんのかな、わかんないけど。ノーウェーマンめっちゃ思い出あるもん。テレビの前で見てたもん。なんかさ、誰かがセンターになるみたいな動画さ、いろんな面こう見てさ、ママとこう STU めっちゃレベル高くない？レベルじゃない STU。 まず STU 来ると思うみたいな。絶対センターに STU 来るし、あの3人だから絶対 STU 入るみたいな言ってたら、ミスさんとミミさん入ってて、わーってなったよ。私その動画撮ったもん。画面触れても、あーみたいな、あーってなったもん。そう、やばいよね。ジムマシンが MV 見てこれできたの、やばい。見てるだけなのできるの、やばい。体の分、トゥン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 トゥ、まだ加入してないですよ。でもあの後ですね、あの後ぐらい、あの後ぐらいでもないか、まだ全然だ。そうそうそう、めっちゃ思い出深いもん、私ノーエモ。だってノーエマのお話会、握手会見てたもん。ノーメンノーメン、まさかなんて。ノーエマの MV めちゃくちゃ見て、ジュリさんとかめちゃ、ジュリさんジュリさんジュリさんってスクショしてたもん。ジュリさんジュリさんチュ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 ジュリさんって。
ジュリちゃん、私はジュリちゃんって呼んでるタイプでした。だってさ、結構なんだろう、2歳上とかだったらさ、ちゃん付けというか呼び捨てしていいなと思ってるけどさ、2歳上とかじゃないからさ、ジュリって呼べない、呼べなかったからジュリちゃんって呼んでた。ジュリちゃん、コウコさんもコッコちゃんって呼んでました。そう、初期あの STU 入る前ね、 STU 入る前はコッコちゃんって呼んでました。コッコちゃん、コッコちゃん、そう、なんかコッコさんがショールームで女の子にはそうコッコちゃんかコウコって呼んでほしいみたいなっていうのを聞いてから、私コッコちゃんってずっと言ってます。コッコちゃん差し入れ量すごかったでしょ。やばいよね、差し入れ量ほんとすごいよ、すごかった。あれ東京公演ですけど、大阪もたくさんあったし、大阪もやばかった、名古屋もやばかった、差し入れやばかった。みちゃんぴ、アイスありがとう、食べたい。私あんまり激しいダンス得意ではないんだけど、そう言ってもらえて嬉しい。フルサンドバリ美味しかったで、バリ美味しかったで。ドド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 。今日の前髪の仕上がりを皆さんに判断してもらおうと思います。私今日何書こうと思ったかというと、立ち位置書こうと思ってたんだ。前髪して時間あったら立ち位置を書く。でも書くだけだからすぐ終わる、秒で終わる。玉ねぎ、オニオン、オシスからご機嫌だね。そう、何のびっくりなんだよ、すごくない？朝からこんなさピーチクパーチク喋れるなんてありえな、考えられない。何なんだろうな、なんかもはや深夜テンションって感じ。1200回訪問ありがとうございます。もはや深夜テンションなんか回って、なんか眉毛だけ描いとこうかな。だって今日さメイドさんするでしょ、今日は多分ねシフト間違えないと思う、ノーメイドさんだから。確かに今年のさ渋谷のハロウィンさ何もなかったよね、思った。私さそれでさあ、渋谷のハロウィン何もトレンド入ってないやんと思ってさ調べたもん、なんかトレンドに入ってなさすぎて調べたもん私。え、なんか渋谷どうだったんやろうって思った。でもなんかちょっといろいろあったっぽいっちゃあったっぽいかったけど、調べたらでもなんかそんなニュースになってないから、えーって感じ、びっくりした。だってもう心配だったもん、ニュースなってないことが。そんなことあり得る？なってんの。本撮り割り取ったよ。あ、そうなんだ。名古屋の春にすごかった。あ、そうなんだ、知らんかった。昨日さタクシーで帰ったんですけどね、みんなでね、自費じゃないですけどね、その時にすごいワーキャーしながら歩いてる女の子たちいて、うわうわ、こっちはもうめちゃくちゃヘトヘトで、そんな記憶なかった時にワーキャーしてる、まあ、女子大学生、また私よりは上だと思うけど25ぐらいの子がワーキャーしながら信号を渡って、はあいいな、元気だなって思ってたんです。そう、元気だな、いいなあって思って見てたら、なんでこんな時に元気なんだろうと思って、ハロウィンだったのね。そう、ちっちゃい子もコスプレしてた、かわいいね。ゆうじさんありがとう。しかもさタクシーがさすぐ来なくてさ、待ち時間あって3期生ちゃんと練習したりできて嬉しかった。でも私はさ
私さ、感覚で覚えちゃうタイプ、感覚で覚えちゃうタイプというかさ、ここをこうしてこうでこうでっていうさ、覚え方ができないっていうか、できるけどそこまで至ってないから、なんか聞かれた時に聞かれた時に答えられない。それは良くないよ、良くないけど、聞かれたら自分の感覚で自分の感覚で覚えてるっていうか、なんて言ったらいいんだろう、なんかさ難しい、難しいよね。ココアさんがたくさん先生してた。髪をね、やりたいと思います。何も言わずにここ来たった、来ちゃった。みんないきなりどっか行ったってきましたよね、ごめんね。そういうところがね、あるんだよ。お、あ、前髪長さちょうどいいかも。今がちょうどいいと、まあ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 、どうなんだろうって感じはするけど、まあ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 、そんな病的に伸びたよりはしないだろうから、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。うん、なんかちょっと間違えた、ちょっとミスった、間違えた。ほらもう私のアホ毛がピンピンしてきた。私さ、クセっ毛だからさ、ちょっと出てきてる髪の毛が。マイルームだから、確かに。アイドルラスト水曜日、素敵に過ごしてね、ありがとう。タクシーの運転手と話す？え、話さないですね。話しかけられたら話すけど、でもある、話しかけられることはある。っていうか、なんかタクシーの人は知ってるから、そう、知ってくださってるから、その、今日は何時まであるんですかとか、へえみたいなとか、今日もうちょっとですねって言ってくださったりする。前は行きたいなって、なんか前、だいぶ前に、なんかの時に行きたいなって思ってたんですけど、その日仕事入ってたので、ファンの人をお送りしますねって言われて、ありがとうございますってなりました。嬉しいですね、広島の方に応援してもらえるの。そう、タクシーのね、運転手さんに聞きたいんですよ。幽霊体験を絶対したことがある説っていうのがあって、そう、でも前は私福岡で聞いたんですよ。福岡で聞いた時は、そう、あったんですよ、あったんですよ。一応広島でも聞きたい。広島の方がたくさんいろいろありそうだっけ、ありそうとか言っちゃダメだけど、なんだろう、なんか体験話、タクシーの運転手絶対何かしら持ってると思うし、昼間とかにしかタクシーしないですみたいな人だったらしないかもしれないけど、絶対夜ってあると思うの、聞きたいんだよね、聞きたい。今日聞こうかな、ね、聞けないわさすがに。なんか、いや、乗ってる人のメンツにもいるな、タクシー乗ってる人のメンツ。先輩乗ってる時に言えないもん先輩乗ってる時にさ、あのタクシーの運転手の方って心霊体験したことあるんですかとか聞いたら、頭おかしいと思われる。もう頭もうおかしいとは思われてるかもしれないけど、ちょっと もっとおかしいと思われたくない。2期生だったら聞ける、3期生が一緒だって聞けない、2.5 だったら聞ける。2.5 だったらなんかちょっと、なんだろう、いい気がする。
かね、前髪いいんだけどな、いいんだけどなんか違う、何が違うっていうのはこのなんかカーブが足りない、カーブが。こういう時はねドライヤーなんですよ。ドライヤー、ドライヤーってねめっちゃいいですよ。最近気づいたドライヤーの良さ。ドライヤーで形を作ります。ちょっとうるさいよ、待ってて。やった後冷たいのでやります。そしてこう、よし、くるくる、びっくりするほどくるくるなってしまった。でもこうやってなじませると、あ、100人乗っても大丈夫。あ、いいんじゃない。ちょっと切りすぎたかも、もうちょっと長くてよかった。そんなことないか。妥協前髪にしようかな。今日はなんかめんどくさくなってきた、これ以上やるの。今日の妥協ポイントを説明する日にしようかな。今日はちょっとここを妥協しましたっていうのを伝えようかな。妥協ポイント、やっぱ気になるかな。どうも気にならない、気にならない。でも気になったら負けだよね、こういうの。いいことないもん、こう気になって。だって踊るだけだよ、ダンス踊るだけでさ、前髪を気にする必要がないよね。そうだよ、何しに行くのさとか言いながら前髪直してるやつ、なんだかんだ気にしてるやつね。そうそう、あるある。気にしないっていうのが一番気にするからね。しょうがないよね、人間だもの。まあまあまあ、妥協前髪と妥協前髪、多分本番うまくいけばいい。ちょっと待ってて、そこで。へっほー、今日の前髪の妥協ポイントはここが薄いこと。でも口で解いたらなんとかなる説。あ、すごい嫌になってきた。でも一旦今乾かそう。今はすごい嫌だけど気にしない、気にしない、気にしない。みんなも気にしないで。マスさんありがとう、ジャックさんありがとう。広島の人100発100中でいい人、わかる、運転手だよね。カーピーさんかわいい、ありがとう。いやあるよ、県によってマジでね、ある。なんか悲しいっていう時あるよね、タクシーの運転手の人で。あるよね、わかる。カーピーさんありがとう。マジで歩くない、なんか悲しいみたいな人いるよね。あ、みたいな。一人で乗った時に悲しいって人は出会ったことない。一人で乗った時は別にそこまでなんかピヤンみたいな、イヤンって思ったことはないけど、いるよね、難しいよね。
東京が見つめ、あ、そうなんですか。そうなんじゃ。香川結構強い気がする。香川強くない？前来ないか、来たことないか。香川強い。でちょっと前髪切りさて、切りすぎた説ある。切りすぎた説ある。もっとカールをよあれにしたらいいのか。ちょっと後でくしでときたい。カンピーさんか、あー読んだか。ハマーさんありがとう。道知らない運転手さんの車になって遅く着いて料金めっちゃ高くなった。え、あるよね。え、最初から調べてって思うよね。めっちゃわかる。あるある。しょうがないのかな。10、9.5、6.5、6.5、6.5、6.5。よしよし。命綱を作ってます。新たな。お母さんありがとう。6 4点、え、何これ。あーはいはいはい。廊下、あ、4.5、6、4.5だっけ。 4.5 か。いいね。M1.5。 天才ウィンディーボーイさん、バラありがとう。皆さんは何時から起きたん、何時に起きたんですか。5時、やば。7時半、あったかいメンセールです。あ、そうなんだ。6時半、タオの俺、うん、カンペ作ってます。23時半に起きたの。バンナイスで6時45分、6時34分、出た4分。いいね、早いね。みんな早すぎるよ。いい子だ、いい子、いい子、いい子とは。あ、5じゃなかった、6。いや多分私覚えられないかも、これ覚えられないかもとか存在しない言葉だけど。分かる、昨日やったからね。座る。で、同じ。同じ。
同じ。うん、いいいいじゃん、多分いけるぞこれ。これいけるわ。結局何時に寝たの？何時寝たと思う？コンさんありがとう。皆さん、私は何時に寝たでしょう。ニュアンスで覚えるのが一番いいかもこれ。スタート上から一段目、あははははは、上から5段目、上から5、階段、3時多いな、3時多い、3時多い。でも不正解だよ。ぷっぷー、正解は4時でした。天下統一さんありがとう。4時、まあ3時55分結構正解、割と正解。あなちゃんフォーラストショールーム、ノー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 、なわけなわけ、やめてくれ。山田でってってって、あーちょっとちょっとやめて、歌わないで。私神手、私神手いるよ、これこれ神手いる。でそっから 1.75で、また移動して 12.5 で、あ、いけるな、こりゃいけるぞ。で、うん、あ、余裕っしょ、一部余裕だしょ。わかんないわかんない、ショートスリッパーじゃないですよ私、全然違う。ショートリスリーパーの人って本当に少ないんだって。私はね絶対違うね、そんな気がする。うわこれ難しい。懐かしいも何もやるのにね。これにはエピソードがあって話したいね。面白いエピソードがあるから話したい。話したいって言ってだいたい忘れるんよね。え、結局これは、あ、なんだ、あったか。完璧、私の脳内完璧。アカシアさんも探しようとすれば、あ、そうなんじゃん。へえー、余裕余裕余裕だわ。余裕余裕ごい、余裕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 、丸って書いてこう、覚えられてるとこは丸だから。雑雑、まあね、削るところは削らないとね、分かんなくなるからね。廊下が 1.75 ね、廊下 1.75、 なんて読むんだろう、あそこ花道か、花道。あ、もう終わり。え、
終わり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 。もうこっからは余裕。うわ、余裕です。もういけます。一部成功。今度こそ仕事頑張れ。おはよう。おはよう、おはよう。一部のカンペ終わった。しかもいけるわ。これいける。これいけます。これはいける。絶対いける。確信に変わった。ステージ立てる。これはうわー、待って、兆しが見えてきた。やばいと思ってたけど兆しが見えてきたよ。え、でしょでしょ。おお、私って完璧。11月もよろしく。私って完璧。みんな朝ごはん何食べるの？危ね、間違えるとこだった。パン食べた、ホットドッグ食べた。めっちゃ健康的な人いる。メタセル、ソーセージ、サラダ、納豆。すげえ、すごい。え、これ記憶ない。やばい、これ記憶ないんだけど。昨日やったもんな。あー、はいはいはい、記憶ある。嘘ついた。記憶めちゃくちゃある。で、そのままってことよね。そのままやって、ここね。あれ、あー、あー、危ない。変なこと書こうとしちゃった。下手、下手か上手がどんどんやりすぎて分かんなくなる。なにこれ、なにこれ、なにこれ。あー、ごじってた。ごじってて、なんかよう分からんこと書いてた。4割の紙でね。だから私は 4.25 ですね。了解了解。で、電話で広がる。待って、完璧。もういい、いい感じすぎる。トーストいいな、納豆いいな、いいな、美味しそう。納豆とかいいね、良すぎる。いい朝ごはんすぎるね。みんな昼は何食べるの？ちなみにまだ決まってないか。お弁当の人とか決まってるよね。何食べたい予定なの？
勝ち確定だわ。これはいける、これはみんないけるよ、大丈夫だ。パッパッパーン、瀬戸理沙覚えればいい。お、メール来た、昨日の夜帰った。ちょっとおはようメールが全然書けない。お、うなぎにする、いいね。コンさんありがとう。うなぎいいね、うなぎ超いい。うわ、これ忘れそう、毎回忘れる。うわ、結構もう結構完璧。うん？何これ、何これ。あ、はい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 、でも何これってなるのやばいよね。一回脳死するもん、うんみたいになる。何これってなるけど大丈夫そう。あ、あ、はいはいはい、これはいける、これは一応でも書いとこう。聞かれたらすぐ答えられる、自信持って答えられる、自信につながります、こいつは。よし、書いたら覚えられるしね。イエスイエス。新幹線一番好きな席どこ？ ABCD、 ABCD、 E かな。うわ、2枚も無駄に行ってしまった、悔しい。山田2階、私が立つとこ言っとくね。山田2階の 2.5 の下手の2列目何の曲がって感じよね。やばないこれ、全部長すぎない？ 1 個の立ち位置番号が。おはよう、紙、紙手か、紙手読む7号くらい。よしよしよし、あーもうこれ完璧。うん、はいはいはい、いける。よし、命綱も書いたし、これさえ持っときゃ、この2枚はどう挟むかだね。ポッケに入れても忘れそうですね。あー、ちょっとしびれた。え、てかもうこんな時間、ちょっと配信終わらないと、終わらないと、終わらないと。ということで今日はそろそろ配信が終わりになりますが、皆さんラストウェンズデーも楽しんでいきましょう。ラストウェンズデーもよろしくお願いします。やっぱさ、このマーク、これ変だよね。え、前髪ちょっと
といい感じなんだけど、待ってやばい、いい感じ、なんかもっと切れる気がするとか言って切っちゃダメだよ、やばいね、私もっと切れる気がするとか思っちゃうんだけど、ダメだよねこれは。多分ね、スミオなんだよね、巻いたらこんな長さだし、いっか。ではありがとうございました。壇上も13位、オカッピー12位、モタフォテト11位、ハイリンゴ10位、ピッピー9位、カズノリ8位、モモタロウ7位、フクタロウ6位、今はまだフーちゃんの出演さん、5位マサさん、4位タカケイさん、3位アチャさん、2位ヨシコクくん、1位クマピーさん、ありがとうございます。ということで Have a nice day ということで、ラストウェンズデーよろしく。じゃあバイバイ、はい。